ゲービ系ゲービ系周辺の空中写真。画像右側より左方向へ流れる砂鉄側がカルスト大地を東西に貫いて侵食し深い谷が形成されている様子がわかる。1977年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。 ゲイビ系の船下り、ゲイビ系の船下り、う天寺は船に、屋根があるゲイビ系は、岩手県一ノ関市東山町にある、砂鉄川沿いの渓谷。岩手県で最初に、国の名称に指定された。全長2キロメートルで、高さ50メートルを超える、石灰岩の岩壁が連続、至るところに、木岩や流れ落ちる滝が点在し、付近と同様に小乳洞も見られる。 名称の由来は、峡国出口近くに位置する、侵食された、小乳石が、獅子の花に似ていることから名付けられた。東の矢場家へと歌われる。先導が歌う芸美追い分けを堪能しながらの、船下りを楽しめることから、観光地として人気がある。紅葉のほか、富士の名所としても名高い。観光客が乗船するのは、手漕ぎ船である。 船は川を遡る方向に出発するが、日本国内の河川観光地では、珍しい乗客が手漕ぎ船で川を登る観光地でもある。船頭がこの下りを解説し、団体客などの多人数乗船で、船頭2名で運航する際は、一人で船を漕いで、歌うのはとても疲れるから船頭2人体制ですと、笑いを誘うのが定番である。ほとんどの箇所では、 水面下が、大人の膝丈からまた下ほどと水深が浅く、流れも、非常に緩やかではあるが、他のイベント上戦同様、救命胴衣の着用が必要となった。なお同市内の西部、岩井川沿いには、名称が類似した、原備形という継承地があり、こちらも国の名称及び天然記念物に、指定されている。芸備形が、 名称保存の指定を受けたのは1924年である。明治以前は絶対の秘境とされていた。同じ村に住んでいて、そのところを知らぬ人さえ、かなりあったと伝えられている。この戦況を隠したのは、旧藩時代、たまたま藩理などが単勝に来るたびに、いつも地方民は多大の労力を強いられたので、人々はその負担にこらえかねて、風土にも、 海画図にも表さなかった。1775年安永風土期の長坂村おかき上げには、砂鉄側が大原川と記載されているが、肝心の芸備形については、長坂村、道村、本郷のどちらのおかき上げにも記載されていない。一関市大東町渋谷の足東山ですら足を運んでいない。佐藤芸岩は,は父、佐藤道。 丹の志を継ぎ、死の丘六門を招くとともに、芸美系の開発を唱え、下記の文人仏閣を招いた。芸美系を構成する、砂鉄側の谷口に発電所の設置が、地元から出願されて実現が濃くなり、この兆候に対し芸岩は、景況の保存は、法によるしかないと決意し、参考学博士に訴えて、倒査を乞い、開発運動を展開した。 この木から前後50年を経て、ようやく内務大臣の名称保存法による指定が発表された。かくして、佐藤堂丹を先人に、芸備系開発は、芸岩に至る親子二代の念願がここにかなった。芸岩は、この木に際し、今後この保存の責任は、自治体にあるも、なお指導に努め保存の実をあげたい。また、遊覧の案内も、 尊敬として完璧な単勝地にしたいと述べている。最初に、警備系を世に知らしめたのは、関守県だということ。全国的に宣伝したのは、美濃虫山人である。1834年、関守県が、道の区軍合校、下官の史跡銀営では、東山大武岸となっている。1846年、森中は、図鑑、院に、 死備上車古世族総称死備はとある。1898年より1902年頃まで、須田古流、芸備は、岡六門、死備は、松本良雲、水雲士花、瀬野明東、四国星子上げ、芸岩等が、岩井郷土史等に見られる、芸備系の呼び方になっている。1909年の、鹿山以降に名を連ねた、詩人、1909年、 足東山135年祭に来遊した詩人、前後合わせて20数名が来遊している。この人たちは名称をつけられた後の来遊で、芸美系内の継承一つ一つに歯科を営じている。これを見ると、芸美系という名称をつけたのは、明治35年から同40年までの間と推測される。ありがとうございます。